こんにちは、みさきです。はい、始まりました、みさきの部屋です。お願いします。今日は髪の毛の量が多い方向けのくるりんぱ方法をやっていきたいと思います。髪の毛が多い方だと、一本結びでくるりんぱしちゃうと結構つれちゃったりとか、あと形が悪く見えちゃったりとかする人が多いんじゃないかなと思いますので、この方法だとすごく上手に見えておしゃれにも見えますので、ぜひ参考にしてもらえたらなと思います。それでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。4滴くらい出します。手のひらに伸ばして、毛先から順に全体に伸ばします。いつもよりもしっかりめに全体につけていきます。触った時に髪の毛が柔らかくなっているのとツヤが出たら、オイルの量は OK です。頭頂部から耳の高さくらいまでを円の形になるように取り分けます。耳の高さでまとめていきます。根元の方でギュッと結ぶんではなくて、少したるませた状態でゴムで結んでいきます。ゴムの部分を持ち、掴んで少し丸みが出るようにボリュームを出していきます。遅れ毛を前髪と生え際の隙間を埋めるように下ろしていきます。サイドの残りの髪の毛を後ろに持っていきます。先ほど結んだゴムの上で結んでいきます。上の方のゴムを、ここに空洞ができるのでくるりんぱをしていきます。ねじれた部分を2箇所ほぐしていきます。フック型のヘアアクセを使っていきます。ゴムの部分に引っ掛けるようにつけていきます。ホリスティックキュアの 32mm を使います。カールをつける場合は毛先を 1cm 束くらいで取って外羽に巻いていきます。全体のバランスが整ったら完成です。はい、こんな感じで出来上がりました。この方法ならかなりの確率で失敗しないと思いますので、ぜひ一度やってみてください。バイバーイ。